で、この義母さんとの出会いは、私大宜味村ってところに住んでます。那覇からずっとも60キロぐらい離れたところ、そこに名護市あるんですけど、それよりさらに また北側です。それは過疎地域のところで、私は土建屋として作業やってましたが、仕事やってましたけど、大宜味村で埋め立ての工事があるということで、これ住民の反対運動があるということで、義母さんって方から署名活動に参加してくれと土建屋の私に話が来ました。で、私それ引き受けたんですよ。この格好で各地各家を回って署名をお願いしますと言われた時に、やっぱり反応がやっぱり微妙でしたよ。何度も土建屋のくせにこんなことやってんだと。じゃないんですよ、私土建屋として現場でずっとやってきたわかるんです。発注された工事をただ遂行するだけじゃなくて、住民のやっぱり意見を聞かないと、住民のため作るのは公共工事なんですよ。そういう気持ちで自分はやってますと言ったら証明してくれる人いるんですよ。だから実は20名ぐらいいた証明活動の人の中で、私4番目ぐらいに署名の多さがあったんで、義母さんがびっくりしたんですよ。土建屋がどうしてこんなに取れたのと。それぐらい私はある意味責任感を持ってました。で、それが高井の運動に関わるきっかけです。2014年尾長知事が誕生したんです。で、2015年に沖縄県 の県民セルラ、セルラスタジアムという名にあるスタジアムで、尾長さんが初めて辺野古反対の集会をやりました。そこに参加した2日後にまた義母さんに誘われました。高井に行ってみないかと。それが2015年の5月19日です。その前日ですよ、ハワイでオスプレイが墜落したんです。墜落した時に沖縄でこの基地、やっぱり米軍基地、オスプレイのやっぱり訓練は止まると思ったんですけど、翌日に高井で普通に飛んでました、オスプレイが。だから沖縄なんてやっぱりもう所詮植民地だという考えあるんでしょうね。そこから戦いは自分はずっと続けてますけど、権力の恐ろしさっていうのはよく分かったのが不当逮捕を受けた時です。先ほど話し合ったガサ入れですね、これは2020年の2月です。その前の年に12月に我々メンバーが5名ぐらい不当逮捕を受けました。ガサ入れです。その時10日ぐらい拘留されたんですよ。でも私の場合は2泊3日ですね。名護市の美味しい食事は食べたぐらいです。私は一人暮らしですから、自分で作るよりも名護市を出した食事が美味しかったという、そういうイメージです。決して私はこれで萎縮したわけじゃないんで、その後もずっと活動を続けてます。で、私がもう一つ土建屋としてやってるもう一つの活動がドローンです。一般的なドローンの活動ではなくて、私は土建屋の視点で現場を見ます。上空から見た場合にどういう不当な工事が行われているかというのをドローンだと一発分かるんですよ。これ2018年に森の江頭というところと共同で立ち上げた沖縄ドローンプロジェクトってあります。しかしこれは去年の12月に解散させられました。この話詳しくやるともう時間が足りません。私のホームページに載せてます。どういった経緯でドローンプロジェクトを解散に持っていかれたのか、私の怒りはホームページにありますんで、辺野古奥まで検索したら私のホームページ見れます。そこでじっくり見てください。解散はしましたけど、私はドローン活動は続けてます。ところが今年の6月22日からドローンが登録制になりました。ドローン登録しないともう飛ばしてはいけないんですよ。私その手続きに忙しすぎてもう間に合いませんでした。で、今度12月ですよ、今度ドローンは免許が必要になってくるんです。車の免許と同じですよ。教習所に通って免許取らないといけない、そういう時代になってきてるんです。なぜかというと、私のドローンは政府は見せたくないものを取ってしまいます。これも2019年ですかね、2月に海の撮影しました。濁り水が発生する撮影 しました。私は氷を足という工事の現場責任者でした。
海の工事を経験してるから防衛局のずさんな工事っていうのを事前に大体分かってきたんです。ピンポイントで撮られたその撮影は物竹寺の賞を受賞しました。その後に弾圧は来たんです。私はやっぱりドローンをやっぱり禁止されるってことで大きな弾圧を受けてます。実際の辺野古でドローン飛ばせば必ず警察来ますよ。で先ほど言ったホームページに沖縄のテレビ局 QAB、OTV が実際の警察が来るところの映像を残してます。辺野古でドローン飛ばすこともやめてるメディア多いです。なぜかというとやっぱり萎縮です。権力に対して警察が来たらどうしてもやっぱりもうまずいと思って萎縮しますけど、私にドローンプロジェクトの弁護団がいます。弁護団がちゃんと擁護してくれます。私の戦いは実は法的に基づいた戦いなんですよ。だから警察が来ても根拠に基づいて自分説明します。例えばですよ、上空を飛んでドローンが飛行禁止区域、この禁止区域から中に入らないようにどうやるかって言ったら優秀なアプリがあるんですよ。私が使っているのは中国製のドローンです。 DJI というドローンです。これも国内ではもう規制がかかってますよ。どんどん日本はそういうのを規制します。そのアプリを使えば空中でドローン止まるんです。これ本当に止まるんですよ。ですから見えない壁、どんなところでもドローンを設定すれば、エリアを設定すれば止まるというのをちゃんと自分は学んでやりました。警察それ知らないんですよ。最初はですね、我々の手の内を警察に見せないようにしようとしてました。だけど弁護団から助言がありました。奥間さん、我々の手口をずっとこうやって伏せてると、いずれ不法逮捕、権力がそういうことをやるよと。それなら堂々と見せようと。警察が来たら我々はちゃんとドローンの映像を見せながら写真を撮ってました。そういう戦いをしながら、今はもうそのドローンが飛ばせない状態で私厳しい状況ですけど、他にもいろんな活動をやってます。それがもう一つは土木屋としての話です。私が2017年に実は新潟の立石先生とつながったんです。軟弱地盤問題が出たの2018年ですよ。その前に学者とつながったんです。それはなぜかというと、学者もやはり現場を経験する技術者の経験というのを大事にします。理論的に証明される事象であっても、実際現場で想定外の事件、事故というのは起きます。我々は技術者というのは想定外のそういったトラブルを経験してます。どうやればクリアできるかというのも経験します。そういう話が立石先生につながりました。でもう一つ学者とつながったのが、行政法学者の先生ともつながりました。これは沖縄の琉球大学の徳田先生という行政法学者、この方がやはり理論的な話したらば、例えば地盤に問題があれば、何らかの地盤に問題があれば承認撤回の理由になるんです。承認撤回というのは、お長さんが命をかけて撤回したあれです。要するに埋め立てを認めないということを撤回、これも本当にはなくすという大きな権限がある。地盤に問題があればそれぐらい大きな問題があるということを学者は言ってますけど、具体的に何が問題でそれにつながるかっていうのを徳田先生は分かりませんでした。実は私、行政法学者にレクチャーしてきました。それともう一つ、マヨネーズ状の軟弱地盤という言葉よく聞きますよね。マヨネーズという言葉を使ったのは、あれは日大の釜尾先生という土木工学者です。その土木工学者にも私はレクチャーしたことあります。学者と違う技術者のトラブルを解決するというやり方は学者もやっぱり興味あるんです。で立石先生が作ったチームがすごいです。沖縄辺野古調査団、辺野古を止めるための調査団結成しました。これが今デニーさんを支える大きなブレになってます。いうもう効力のあるアドバイザーとして辺野古調査団はその立石先生のチームで助言してます。私が不法逮捕を受けたのはこれにつながってるんです。実は不法逮捕を受けた時に警察の目的は高江の岸の中に入ったことが表上の理由ですけど、目的は私のパソコンでした。私ねこれパソコン持ち歩いてます。
ここにはもう政府が一番やあの嫌がるデータがいっぱいあるんですよ。だから手放さないように持って歩いてます。後ろにあるだけでもちょっと気になるんですけどね、誰か取らないかと。でそういうあの戦い方っていうのは今までないんです。でもう一つやっぱり私が提言したいのは、沖縄ではオール沖縄という大きな組織があります。各市町村が集まって辺野古を止めるというプロジェクトを立ち上げたのは尾長さんです。尾長知事がやったことは与党野党関係なく一致してやっぱり辺野古を止めるということで、そういう与野党をあの一致させるために原八部原六部という案を出しましたけど、今それが大きく揺らいでます。今年の7月に行われた参院選分かります？沖縄で伊波洋一さんという方が選手あの出ましたけど、相手は無名の小蛇玄太だったかな、もともと官僚です。沖縄のことなんてほとんど頭にない無名の人を政府が出してきました。その戦い実は僅差だったんですよ。我々のも圧勝すると思わなかったです。本当は2888をこれは僅差でどうにか伊波洋一さんは勝ちましたけど、その後の知事選怖かったんです。参院選でこれぐらいもう攻められているんであれば、知事選でひっくり返されるんじゃないかと我々思いました。だけど蓋を開けてみたら6万票の大差で勝ちました。これは我々沖縄の民意だけじゃなかったんです。分かりますよね、統一教会です。安倍が暗殺された後に出てきた統一教会問題、これが自民党を揺るがしたんです。沖縄をやっぱり、ね、どうにかしようというもう、状態じゃなくなったんです。自分たちの支持をどうにかしないといけない、沖縄の問題をほっぽり出してます。そういう中で選挙を行われて我々は勝ちました。じゃあその後に行われた那覇市長選、これは屈辱的です。今度はオール沖縄が選出した元あの市長です。白浜という市長はオール沖縄が当選させた市長ですよ。だけど今回の那覇市長選では白浜さんは反対側の知念さんを押しました。要するに自民党側に押したんです。我々はもう中山知事と同じぐらいの裏切りだと思うぐらいの大きな裏切りでした。結果1万票の大差で負けました。この時にいろんな声が出ました。オール沖縄の力不足だとか、尾長竹春さんの経験不足だと、いろんな批判ありますけど、私そうではないと思いますよ。知事選の時にあれだけ統一教会問題で信用を失ってるはずの自民党を那覇市民は選んでしまったんですよ。これは大きなやっぱり過ちですよ。自民党を押すということは戦争を準備する加担するということ、そこにつながっていくんです。今年は選挙嫌でした。沖縄は唯一我々尾長さんを推している人が勝ったのは大宜味村長ぐらいです。それ以外 の市長選挙 の選挙は全敗です。負けてます。そういう意味ではもうオール沖縄が揺らいでます。もう一つやっぱり心配なのはオール沖縄はオール沖縄の問題を取り上げてるんじゃないです。唯一辺野古です。沖縄の現状を見てください。今各離島に自衛隊基地いっぱいできてますよ。中国に向けてミサイル基地をもう準備してるんですよ。もし中国側から見たらどうです？我々の敵だと思いますよ。全てそういうのを沖縄に作ってるんですよ。3、4年ぐらい前に名古屋で講演した時に大都会がこういうに紛れ込んできました。でその講演の後の質問の中で出たのが、中国が攻めてきたらどうするんだと、決まり文句ですね。だから基地は必要だって話ですよ。あ、そうですかと。じゃあ基地をずっと沖縄に押し付けるんですねと。もし仮想敵国であれば、私が仮想敵国であれば原発を標準に合わせますよと。なぜ原発を守らないんですかと言ったら何も答えません。一番怖いのは原発ですよ。本当にそこに一発落とされれば大変なことになる。だけど沖縄に基地をどんどん集中させる、それは分かりますよ。2001年の 9.11 のテロ事件、皆さん覚えてますよね。アメリカであったテロ事件ですよ。ところがその時に沖縄の観光は大打撃を受けました。なぜか基地があるからなんですよ。みんな知ってんですよ、沖縄に基地があること。それともう一つ、これも
ほとんどの人は知りません。その9.11のテロがあった後ですよ、日本政府が各自治体に対して沖縄に修学旅行生を送るなと通達したんです。政府は沖縄に基地があるから危ないから子どもたちを行かすなということを通達してたんです。それでいて沖縄にどんどん基地を作ろう、じゃあ沖縄やっぱりもう戦場になるんだろうと、我々怒りしかないんですよ。沖縄を日本とみなしているんであれば、みんなの力をやっぱり結集しないといけない。沖縄の基地を沖縄だけに押し付けるなと、それをやっぱり怒りを込めてここで訴えたいんですよ。多分心の来られている方は皆さん、我々は私 の話に、ね、賛同してくれると思います。多くの日本人にこれを伝えないといけないんです。ここで聞いた皆さんがここで終わったらダメですよ。町に行ってやっぱり広い夢てもらいたい。例えば先ほども誰かさんが言ってましたけど、広行きという男は辺野古に来て座り込みのことを揶揄しました。その後に実は県外から多くの人が沖縄に来てます。沖縄の座り込みを助けようと、こういう戦いを全国に広めないといけない。私は12月に全国公演を予定しています。もうすでに関東では10カ所もう話をしてくれということで聞きます。話が来てます。今関西でももう2カ所はもう決まりました。こういう運動を広めるために私、辺野古の問題だけでは話はしません。もう一つの話をします。それが実は大きな運動として広がってます。ハンセン病の差別問題です。日本という国は弱者に対して本当に冷たい国だというのをよくわかります。私は2016年15年まで無関心だった。両親がハンセン病であることを知っていながらハンセン病に対して向き合ってこなかったんです。なぜか、これネット中継ですよね。ちょっとネットでは出したくない問題があるんで、ここではちょっとあまり話はしませんけど、私は無関心だった理由はやっぱり両親の差別というのは全く知らなかった。でも今知ったんです。それは愛楽園というところ、もし沖縄行けば名護に八ヶ地島ってあります。そこの愛楽園というところにぜひ行ってください。ハンセン病の施設があります。私はそこで父ちゃんの証言書を見ました。そこで人生変わったんですよ。国策の恐ろしさというのはそこに書かれてました。何が書かれてたかというと、私生まれが両親うちなんちですよ。父ちゃんは嘉手納、母ちゃんは小座です。だけど私が生まれたのは奄美大島です。なぜかというと、ハンセン病同士の嘉手納が結婚したら、結婚することは国は認めた、だけど子供を作ることは国認めなかったんです。それでも男女が出会えば子供できます。そうなったらどうします？打胎をするんですよ。今度子供を下ろすんです。お腹母体に対や注射針を打ち込んで母体の中で赤ちゃんを殺すということを日本やってるんですよ。赤ちゃんを授かるべき看護婦が国がやれと言えば子供も殺す、これが国策だというのを証言集で分かったんです。この時に怒りがもう爆発しました。今まで私は父ちゃんを恨んでた、父ちゃんに対していろんな思いがあって恨んでたけど、50年経ってこの事実を知ってから父ちゃんの恨みは消えました。今は政府に対する怒りが大きくなってます。実はこれ先ほど紹介したものにはその話も入ってます。この本にはこれは実は5月15日、沖縄の、今年復帰50年ということで復帰反対集会運動ってもありました。その2日前に浦添市ってところで講演がありましたけど、私はいつもプロジェクターを使ってドローンのデータを見せながらみんなに、紹介してましたけど、もうその準備も万端にしてました。ところが私の前に話をしたのが日の丸を燃やした千原昌司さん、それと陶芸家の金城美濃さん、沖縄の抵抗の歴史を分かるこの2人の話を聞いていくと、プロジェクターで説明するようなそんな話ではダメだと、一切も前がパソコンも見ないでこうやってみんなの前で話をしました。その内容が全部これ載ってます。ぜひ見てください。私の生き方は全部書いてます。それと私は今の全校とつながりました。全校とのつながりは2019年でした。その時にいろんなところに集会で行きましたけど、
大阪でデモ行進やりました。ただその時のデモ行進、我々が道端で訴えてもほとんどの人は誰も見向きしませんでした。無関心だなと自分は思いました。ところがその次の年ですかね、桜を見る会の問題が大きくなった後ですよ、その後のデモ集会は違いましたよ。歩いていると店の中から手を振る人もいました。で、止まってる信号待ちで止まってる車からも手を振る人いたんですよ。今まで我々の声がノイズでしかなかったものがちゃんと耳に届いた。それはやはり世論がおかしいねと気づいた時なんです。国葬問題もそうですよね。6割の人が反対してました。そういう動きというのは大事なんですよ。もう一つ私が小さなグループにいます。集まれ辺野古という、今阿波辺野古で組織行動やってる小さな組織です。だけどその小さな組織が2018年に大きなことやったんですよ。覚えてますか？2018年2月名護市長選、稲嶺さんが負けました。その後に辺野古のゲート前というのは人がどんどんいなくなりました。諦め感が出ました。その時に既存の組織は何も動かなかった。みんながじゃあよし我々は立ち上がろうと。実は辺野古というのは大きな組織が月に1回は500人行動となってます。500人の人が集まれば機動隊阻止できないんで工事は止まるんです。であれば1週間500人集めようと小さなグループは立ち上げたのが500人行動、6日間行動です。それは全国に発信しました。私その時タイムスの論壇に書きました。政府が恐れていることは民衆が立ち上がること。まさにそうですよ。民衆立ち上がるのを政府が一番恐れてるんです。もともと大和にあった基地沖縄に押し付けてしまった。その時の大和の戦いはすごかったんです。政府を動かした、米軍基地を撤去した。ところは全部それが沖縄に来た。統治下の沖縄に全部預けてしまったんですよ。私は基地を引き取ってくれとは言いません。一緒になって基地を反対する、そういう戦いをやりたい。そのためには全校とつながった力大きいです。全校に私はいろんな人たちを紹介しました。いろんな離島にいる人たちの運動をつなげていきました。それと吉川さんって方が今アメリカに対して連邦議会に沖縄の問題、この基地問題を訴えるあの活動をやってます。その人を全校に紹介しました。今沖縄の問題は、沖縄問題というか基地問題は全国の問題じゃないです。もう世界の問題に言ってます。先ほどのビルさんがそうです。そういうつながりを私は大事にしていきたい。これはやっぱり人と人のつながりなんです。組織じゃない。自分たちの気持ちをどうやって訴えるか、怒りを込めないとこの日本ではやっぱり通用しない。無関心な日本人を動かすためには自分たちは覚悟を決めないといけない。そういう覚悟で動いてます。多くの皆さん結集しましょう。戦いましょう。今後もずっと戦い続けています。政府を打倒しましょう。以上です。ありがとうございます。徳間さん大変熱のこもったスピーチありがとうございます。貧血になりました。ちょっと休んでください。椅子にありがとうございました。